はい、どうも。今、マイクをつけてます。マイクを。マイクをつけました。で、マイクで拾えてるかっていう実験もあるんですけど、マイクを拾ってると、まあ、遠くから離れててもいけますから、まあ、こうして、こんな感じで、どうも、こんにちは、吉谷です、みたいなね。どうも、今日はですね、みたいな。まあ、完全うさんくさいですよね。うさんくさい。まあ、こんな感じで、いろいろ撮れますね。で、多分ね、面白い撮り方すると、このホワイトボードのこのマーカーをアクティブにすれば、その書いてるところを追ってくれたりもできると思います。はい。じゃあちょっとですね、これを追ってみましょうか。今、僕の顔を追ってるんですけど、あ、こっちに映った。どうですか？どうですか？追ってますね。追ってます。で、マイクを使うと、多分その一定の音量が取れると思います。同じ場所で撮ってるんで。iPhone の内蔵マイクだと、まあその喋ってる場所によって多分変わると思いますけど。あ、結構早くここまで反応する。あ、だいぶ反応しますね。まあまあ反応早い。で、終了。戻ってこい。戻ってきました。まあこんな感じです。はい。なんでまあそこのホワイトボードで面白い映像を撮れるかもしれないですね。はい。で、今マイクを使ってますから、じゃあこのあられちゃんにターゲティングしてみましょうか。あられちゃん、あられちゃんにターゲティングしました。あられちゃんを追ってます。あられちゃんを、あられちゃんを追ってくれてますね。あ、ちっちゃすぎる。ちっちゃすぎる。これ2回も、よし、戻った。これは通常なのかな。まあ、こんな感じですね。はい。はい。だから、このアクティブトラック機能は、だいぶ面白い感じで、いろいろとできるんじゃないかなと。今、顔を認証させました。こう変顔したら認証するんですかね。変わんないですね。あ、変わらないな。その枠を追ってくれてるんですね。顔認証というか、ここの枠ですね。枠を。そうですよね。顔認証なわけないですよね。これも追えるわけだから。これも追えるわけだから。ちょっと追ってみましょうか。これどういう技術なんですかね、これ。これどうやってこれ認識してんだろう。何を認識してんだろうな。あ、ちょっとダメですね。認証終わっちゃいました。はい。ということで、まあ、こんな感じでございます。マイクを使った感じで。ちょっと実際僕マイク使ってこれ、撮影するの初めてなんで、実際ちゃんと音声取れてるか、音声確認。はい。これでちょっと、見てみたいと思います。以上です。